関州ウイグル王国は、9世紀から1028年にかけて、関州を中心に、海骨の残党によって建てられたオアシス都市国家。中国史書では、関州海骨と表記される。840年に海骨化岩国が崩壊すると、いくつかのグループは、各手銀を要して各地へ散らばった。このうち、トバンに亡命したグループはトバンから、 一番領となっていた火星地方に住むことを許され、その北辺であるエチナ地方で遊牧生活を始める。この火星ウイグルは、しばらくの間火星に潜住する低住民と衝突することなく遊牧に従事していたが、30年が過ぎると人口も増え、周辺住民に略奪行為などの危害を加えるようになった。874年には、それが原因であろうか。 トヨクコンと松によって撃退されている。910年頃の火星回廊の国々。870年代から880年代の時点では、まだアマ州を占領していなかった火星ウイグルも、890年代に起きたサスの長子政権の内紛に乗じて、関州を占拠し、いわゆるアマ州ウイグル王国と呼ばれるオアシス定住国家を建国する。902年。 関州ウイグル王国は相次ぐ反乱で衰退しきっていた当朝に上奏し、遠平派遣の用意があることを伝えた。しかし、かつて海骨に安氏の乱を鎮圧してもらった後の海骨の戦王に頭を痛めたことのある当朝はその申し入れを断った。その5年後である907年、当朝は荒涼に全上して滅亡する。関州ウイグル王国は建国以来、 その隣国であるサスの西館金山国と友好関係にあったが、906年を境に、両国は戦闘を交えるようになり、兵、民ともに犠牲者が増大していった。この問題に対処するため、911年にサスの住民1万人が、アマ州のウイグル河岸に探願書を送り、関州ウイグル王国と西館金山国を和平に導いた。 この時の講和条約として、関州の建地下岸は、父となり、サスの白衣天使は、子となることを認めさせた。この年の11月、関州ウイグル王国は都督の収益ことらを使わして、公領に入庁した。923年に公領が滅亡したため、建地下岸の瞳は、翌年4月に、都督の離輪者からを使わして、高等に調行した。 これに対し、高等の招集は瞳を作立して、秀吉家元とした。しかし、その11月に瞳が死去したため、弟の敵銀が代わりに立って、家元となる。926年に敵銀が死去すると、後強くが立ったが、一方で、人志博士も、県地家元の位についており、互いに高等に剣士を送って、長考をした。 民衆は928年3月、人氏広氏を作立して潤化加岩とした。その後も潤化加岩人氏広氏は高等に長考を続けた。936年、高等に代わって、方針が成立すると、潤化加岩人氏広氏は方針に長考するようになり、939年には、放火加岩に作立された。一方の後強くは、 後進の高祖の在位中に死去するが、捧ぐか加賀に等氏広はその後も、中国の五大王朝に長考し続けた。940年頃の火星回廊の国々。911年以降、西韓金山国の長所を捧ぐは民心を失い、やがて、サスの長子政権が倒れ、代わって、創始政権が成立した。百三十年、佐々義軍説の金は、 関州に赴いて潤化河岸ひとしひろしと会談した。これによって両国は、時の中国五大王朝に、施設団を送り込み、シルクロード交易を発展させた。しかし、936年から940年の間に、関州ウイグル王国が何らかの理由で、サスと中国の交通を遮断してしまう。940年以降は、サスの兆候が、 断続的になったものの、比較的両国の関係は、両国に戻った。それは、トンコ王の僧の戸田だが、積極的に天マ州の河岸と、痕跡関係を結んだためである。夜落ち、革密令圧の代になると、関州の河岸は、関、サスカイコ骨河岸と呼ばれるようになる。関、サスということは、関州のみならず、サスをも、その支配下に置いたかのように思われるが、 真相は明らかではない。考えられることは、サスの創始政権がアマシューイグルの支配下に入ったか、カンシューとサスが根跡関係になったために二重政権になったか、単にアマシューとサスの使者が同時に中国に来るためか、である。六八の代になると、カンシューの君主はカガン王と呼ばれるようになり、中国への兆候も頻繁に行われた。この頃から、 漢州ウイグルの他に、西州ウイグル、紀州ウイグル、旗州ウイグルといった、ウイグル系の国家も、中国の北総に調校するようになる。11世紀に入ると、漢州ウイグル王国は夏州の定南軍節土市と、何度か衝突するようになる。時に夏州の定南軍節土市は夏州のみならず、銀、水、幾、青の、敬語州を支配下に置いており、 1006年には北総より、西平王に封ずられるほど強情となっていた。1028年、定南軍節都市の李則明は、息子の李元空を派遣して、関州を襲撃させ、関州を陥落させた。ここに、関州ウイグル王国は滅亡し、河西地方は、間もなく聖火の一部となる。ベゼクリク戦仏道のウイグル寄付人兵器が。関州ウイグルでは、 かつての遊牧生活を捨てて、農業や商業に従事する者たちが増え、遊牧生活をする者の方がむしろ稀になった。菅州ウイグル王国の住民は、元からいた漢人をはじめ、ウイグル人、トヴ人、竜華など様々な民族が住んでおり、決してウイグル人のみだったわけではない。菅州ウイグル王国の君主は、建地下岩といい、その妻は、アマネ公主と言った。 国の最小は、小びろくととという。カガンは代々矢倉かる氏が世襲し、遊牧生活をせず、城郭都市に定住した。夫人は高さ5から6寸のブサを言って、髪飾りをつけ、中国の道復さながらの誠意をまとっていた。秀吉カガンガラス母子花岩、瞳の弟後強く順化花岩、瞳の弟経験、瞳広しの子夜落ち。 核密令圧録章夜落ち核。夜落ち核機間夜落ち、核通順、史実外巻、第252陶器68、初、回、骨しばしば冊命、御事の利遣い作立式集巨参りその国。回回骨ためと翌根、松書派、東東淵書の、昭州巨板摩擦、国の部樹霊事を節度し東広お手の平の、環境史、 えのき 1980p306 えのき 1980p312 から313サス百姓1万人上海骨店下賀所えのき1 9 8 0 p 3 1 0九五大師外国列伝2新五大師シーフ録第3遁公文書 p2992 裏えのき 1980p315 から320えのき1980 P331 創始列伝第249外国6創始列伝第244外国1過国上天聖6年のりやき使い子元空交換集抜けこれ新語大師 C 付録第3新語大師 C 付録第3ありがとうございます